卓球女子の平野美宇、木下グループが大一番に挑む上でのポイントを明かした。先月に左膝に違和感を抱いたというが、現在は副長。12日にパリ五輪男女日本代表が練習を公開した際には、左膝にサポーターを巻いた状態ながらも、機敏な動きでメニューを消化した。練習後には、膝がだいぶ良くなってきた。 五輪に向けていいコンディションで臨めるかなと思う、と万全ぶりをアピールした。先月は WTT スターコンテンダーリュブリアナ大会後の試合を回避。それでも、パリ五輪シングルスの第8シードを確保した。残りの試合に、行かないという選択をして、結果的に膝も良くなってきた。他の選手のおかげではあるけど、8シードも獲得することができて、 結構風向きがいいかなと思っている、と笑みを浮かべた。パリ五輪は前回の東京五輪に続く2度目の大舞台。表彰台を見据えるにあたり、今は技術だけでは勝てるような選手が一人もいない。試合中の戦術などの能力が本当に大切だと思っている。戦術、勇気、心理面でも全部揃った選手がメダルを獲得したり、優勝したりとかすると思う。 全部が揃って、その時良かったからメダルが取れるという風に思う、と展望を語った。開幕まで残された時間は約2週間。平野は常に今の自分では足りないと思うから頑張れる。もっともっと必ずできるところまで気持ちも調子も全部作って、本当に悔いのないように、全部を出し切りたい、と最後まで己を磨き上げる構えだ。